5月4日土曜日。天気、曇り。今日は船が揺れる。船が揺れるので移動や階段の上り下りの際に気をつけるように、酔い止めを配っているので必要な人はレセプションに来るように、という内容の船内放送が朝から数回かかっていた。さて、今朝は従業員避難訓練と船内防火扉の点検がある。万一事故があった時、スムーズな乗客の誘導と船内の安全確保のために必要な訓練だ。避難訓練の邪魔をしてはいけないので、午前中はベッドでゴロゴロして過ごす。酔い止めのせいで眠いが、昨日のような気持ち悪さは感じない。しかし、またいつ気持ち悪くなってもおかしくない状況だ。調子のいいうちに酔い止めをもらいに行こうと、私は船内の窓口へ向かった。危うくおばさんに割り込まれそうになりつつ酔い止めを受け取って戻る。おばさんは今朝の従業員避難訓練で、防火扉が一時的に閉まって通行を妨げられたことにクレームをつけに来たようだ。背後から聞こえるヒステリックな声に、時間があり余っている船旅なんだから防火扉が閉まる5分くらい待てよ、と思った。どうも一部、この船旅の環境に馴染めていない人がいるようだ。さて、今日はお昼ご飯に豚骨ラーメンを食べ、午後は公共スペースでマインクラフトをやる。人目は気になるが仕方ない。録画と編集も行い、5分まで編集できた。これはすごくいい日だ。夕食前まで編集を行い、4階のリージェンシーレストランで鶏南蛮を食べ、お風呂と洗濯を済ませて寝る。しかし、0時も過ぎた頃、ルームメイトが内線で別室の友人とおしゃべりを始めた。しばらく話した後、なぜか泣き始め、さらに1時間ほど話してやっと受話器を置いた。一体何があったのだろう。寝たふりをしながら、私はそう思った。改めまして、ご視聴ありがとうございます。うつ主の月葉です。皆様ごきげんよう。ガヤのあやめだよ。今回は日記パート短めだね。病状が続くと、ひたすらまったり過ごすことが増えて、特筆すべきことがなくなるんですよね。ピースボートとしては、この日はスター誕生という乗船者参加の一発芸大会のようなものがあり、音楽や踊り、芸など、何かしらの特技を持つスターの卵たちが舞台に上がってそれを披露するという一大イベントが催された日なのですが、うつ主はあまり興味がなく、見に行きませんでした。ただ、翌日以降、船が日本に帰るまでスター誕生の話題はちょくちょく聞いていたので、乗船者ともっと交流するためには見ておくべきでしたね。あれだね。学校でみんなが昨日見たテレビ番組の話で盛り上がっとるのに、それを見てないがために取り残される感じ。では、話を今日の本題に戻しましょうか。今回は地球一周クルーズの特徴や、地球一周クルーズに向いている人について、うつ主の独断と偏見でお話ししようと思います。背景はペナン島のストリートアートでお送りします。今までの途中複した画像があるのはごめんね。さて、先に言っておくと、うつ主は地球一周クルーズ適性を10段階で評価すると、6あたりだと自負しています。あれ？意外と低い？インターネット環境がほぼなかったのが辛すぎました。飛行地や洋上でバンバンネットが繋がれば、うつ主の地球一周適性は8や9あたりまで上がっていたでしょう。うちらにとって、インターネットはお菓子と同じくらい大事だからね。お菓子は心の栄養なんだよ。今後、もっと洋上でのインターネットが手軽になることを祈ります。では、話を戻しまして、地球一周クルーズに向いているのはどんな人かという話から。結論を最初に言っちゃうスタイルだね。地球一周クルーズに向いている人。それは、ズバリ、地球一周クルーズに行きたい人、です。そのまんまだー。いろいろ考えましたが、結局そういう結論になりました。地球一周クルーズには時間もお金もかかりますし、みんないろいろなことを期待して参加すると思うんです。海外旅行したいとか、いろんな人と知り合いたいとか、珍しいものに出会いたいとか、海を見ながらのんびりしたいとか、洋上での有り余る時間で何か新しいことを始めたいとか、うちらもだけど、他の参加者もいろんなことを夢見るよね。ただ、地球一周クルーズでその夢が満足に叶うかというと、必ずしもそうではないと私は思うのです。クルーズ船での生活が思っていたのと違った場合、残るのは地球一周したという事実だけです。それを旅の最高の宝にできる人にこそ、地球一周クルーズをおすすめしたいです。
思い出作りでも、人に自慢したいからでも、自己満足でも、地球一周クルーズに行きたい、と強く思える人が一番この旅に合っていると思います。私の言いたいこと、ちゃんと伝わっていますか？例えば、海外旅行したいって理由でクルーズ船に乗ると、実際旅行できるのは旅の4分の1くらいだけで、あとはひたすら船の上で期待外れってことになるかもね。洋上の空き時間で芸術的なことだったり、語学学習だったり、趣味だったりをしたいって人もいるかもだけど、ぶっちゃけ自分の家で作業したり、日本で教室に通った方が作業量的にも自分の成長的にもいいよ。私、本気で20本くらいのマインクラフト実況動画シリーズ作るつもりで準備して船に乗ったのですが、できたのは2パートまでとステラリス実況2本ですからね。なので、地球一周クルーズには地球一周クルーズ自体を目当てに参加してください。そうすれば、毎日が目新しいものばかりで、未知のものに出会うワクワク感があって、新鮮で楽しいと思います。感受性豊かな人と、好奇心旺盛な人には特におすすめです。毎日変わる海の色や、雲の流れ、星空を見上げたり、イルカを待って半日ぼんやりするとか、知らない街の路地を覗いてみたり、美術館で脳みそ爆発しそうなほどの情報を仕入れたり、毎日が冒険だよ。ウプ主が出会った目新しいもの、楽しいものはできる限りこのシリーズで伝えていきますね。じゃあ、逆に地球一周に向かない人ってどんな感じだろう？そうですね。一言で言えば、自分で楽しみを探せない人、ですかね。他にも、船酔いする人やコミュ障とか色々あると思うのですが、これが致命的だと思うのです。特に洋上では、自分でやりたいことを見つけられない人は、ただひたすらに退屈な時間を過ごすことになるでしょう。あと、個人的にはお客様感覚の人も地球一周クルーズには向いとらんと思うよ。旅行会社もクルーも乗客も、みんなで一緒に楽しい地球一周を作り上げていくんだよ。もうちょっと具体的な話をすると、料理の給仕が遅かったり、ルームクリーニングに来る時間にばらつきがあったり、船の揺れが強くてエレベーターが使えなかったり、そんな小さなことでイラつく人は向いてないです。そんなことで怒る人いるのって思われるかもしれませんが、時々見かけました。なんというか、こいつら旅を楽しんでないなって思いました。若者でもおっさんでもお年寄りでも、子供の心を持って船に乗ろうねー。綺麗にまとまったので、今回はここまでです。それじゃ、今回も最後までご視聴、ありがとうございました。バイバイ。